昔々、地球には人間とモンスターという2つの種族がいました。ところがある時、2つの種族の間に戦争が起きました。そして長い戦いの末、人間が勝利しました。人間は魔法の力でモンスターたちを地下に閉じ込めました。それからさらに長い時が流れ、イビト山 2010X 年、それは登った者は二度と戻らないと言われる伝説の山でした。あ、なんかあるみたいな。なるほど、引っかかって落ちたのか。で、はるかそこまで落っこってきたのかな。アンダーテイル。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではアンダーテイルですね。一回これあのラジオの方で第1話としてやったんですけれども、ちょっとね改めて最初から、やっていきたいと思います。じゃあリセットして、これミカミックスのデータは1個しか作れないのかな。あれ、でもミカミックスのまんまだね。最初からになってますね。じゃあここから先へ進んでいきましょう。まあこれをね、ラジオ見てくれた方はお分かりだと思うんですけれども、一緒ですね。で、謎の花。ハロー、僕は風来、お花の風来さ。ふふふ、なんてね、君も本当に人が悪いな。僕のこと知ってるくせに他人のふりするなんて、全く礼儀を知らない人は困るな。仕方ない、僕が教えてあげよう。準備はいい？行くよ。そのハートはね、君の魂さ。君という存在そのものと言っていい。はじめはすごく弱いけど、レベルがたくさん上がるとどんどん強くなれるんだよ。レベルっていうのはラブ、つまり愛のことさ。君もラブが欲しいでしょ。待ってね、今僕がラブを分けてあげるから。って言って、お前のラブはいらんみたいな。この世界ではね、ラブはこんな風に。あ、これさ、避けるとどうなの。白くてちっちゃな仲良しカプセルに入れてプレゼントするんだ。それじゃ行くよ。さあカプセルを追いかけていっぱいいっぱい拾ってねって言って避ける。これ当たってね、やられたんすよね。あれあれ、全部落としちゃったよ。もう一回行くね。あ、これ食らわないと先に進まないのかな。ふざけてんの、バカなの。さっさと当たれよ。た、なんていうの。俺は知っている、これに当たるとダメージを食らうことを。お前さては知らないふりしてるだけだな。怖い、僕のことバカにしてんだろ。あ、動けない、死ね。これはかわしようがないな、これは無理だ。お、しかし助けてくれるのは同じか、この謎の牛みたいなやつ。怖がなくても大丈夫よ。私はトリエル、この遺跡の管理人です。毎日ここを見守って落ちてきた子がいないか確認しているの。人間がこの世界に来たのは本当久しぶり。さあ行きましょう、遺跡を案内してあげるわ。なんだかんだでこいつも怪しいからな。こっちよ。でも最初はちょっとね、サクサクサクっと行きましょう。そびえ立つ遺跡を目の当たりにして決意がみなみきったと。セーブしましょう。さあ、あなたは今日からここで暮らすのよ。遺跡の仕掛けについて教えておくわね。ここはたくさんのパズルがあるの。侵入者を撃退する昔からの技術よ。部屋を移動するときはパズルを解かないといけないわ。だからよく見て慣れておいてね。先へ進みたくは迷いを捨てよ。真の勇者も愚か者も中間の道は歩まず。ああ、なるほどね。中間の道は歩まずってことだから、これを踏んじゃいけなかったってことね。で、それをさっきのウシマンはやってくれたと。この先へ進むには正しいスイッチを押さないといけないの。でも大丈夫、ちゃんと印をつけておいたから。で、こういうところにヒントが一応書いてはあるのかな。ひとたび道を定めたら心を変えることなかれ。看板の前で、あ、そう、これは一緒だね。特に何も言わずにサクサク言ってんだけど。さあ、左のスイッチも押してちょうだい。よくできました、偉いわね。さあ、次のお部屋へ進みましょう。あなたは人間だからモンスターに襲われることもあるでしょう。そんな時どうすればいいか知っておかないといけませんよ。大丈夫、とっても簡単ですからね。モンスターに遭遇するとバトルが始まるわ。
バトル中はモンスターと仲良くおしゃべりをするのよ。そうやって時間を稼いで私の助けを待ってね。試しにそのマネキンに話しかけてごらんなさい。これ戦闘したらどうなのかな。普通に戦う。マネキンぶっ倒してみる。ほら30 経験値とかくんないんだ。あらあら、マネキンはバトル用じゃないわ。おしゃべりの相手を。怪我をさせたら大変でしょ。こっちへいらっしゃい。特に流れは変わんないのか。この先にもう一つパズルがあるわ。あなたに解けるかしら。こいつより先に行けない。歩むスピードは一緒だと思ったら敵が出た。黒木、ほら一撃10と20。あれ全然さ違くない。経験値の獲得量が西の間は東の間の青写真ん、つまりなんだっけ。これは勝手にでも進んでくれるんだよね。これがそのパズルよ。でもここは手をつないで一緒に渡りましょう。あ、一応でもこれもパズルにはなっているのか。正しい道を通らないと多分針が出てくるんだね。でそれがさっきの西の間がどうちゃらこうちゃらって言ってたやつか。あなたにパズルはまだ危険すぎるものね。ここまではとても上手にできたわね。でも次はすごく辛いお願いをしなければならないの。この部屋の向こうの端まで一人で歩いていくのよ。どうか悪く思わないでちょうだいね。早い、あいつのスピードは早い。なんかすげえこいつの顔ボケっとしてるよね。でもまあこれはね結構長いんですけど何にもないよね。途中にツタとかもね登れるわけじゃないんで、まあひたすら先へ進んでいきましょう。でそのまま進んでいってみる。おお勝手に出てきた。よくできました。安心してちょうだい。置いていったりしないわ。この柱の陰に隠れてずっと見ていたのよ。私を信じてくれてありがとう。でもねこの練習にはとても大事な意味があったの。一人でお留守番できるかテストをしていたのよ。私はちょっと用事があるからお留守番していてね。ここで待っているのよ。一人で歩き回ると危ないですからね。こうしましょう。あなたに携帯を渡しておくわ。用があるときはそれで電話するのよ。それじゃあお利口さんにしていてね。で携帯があるんですけど、まあいいわ。電話がかかってきて、もしもしトリエルです。お部屋から出たりしてないわよね。その先にはまだ説明していないパズルがあるの。一人で行くと危ないですからね。お利口さんに待ってるのよと。で上にねなんかアイテムがあったんですよね。お一つどうぞ。キャンディーをもらった。これもう一個もらえるの。お一つどうぞもらおう。なんとお行儀の悪いもらえるだけもらおう。最低なクズになった気分だ一度にたくさん取りすぎた。キャンディーが床にこぼれた。え、これはアイテムとしてモンスター飴いっぱいあるね。欲張るといいことはない。で一応セーブしておきましょう。でモンスターはちょいちょい出てくるんで、泣き虫。あ、間違えたあれこれは落とし穴に落ちて、で向こう側のダストボックスみたいなところから出て先へ進みますと。電話、もしもしトリエルです。特に深い意味はないんだけど、どちらか選ぶならシナモン、それともバタースコッチ。待って、答えないで。バタースコッチでしょ。あれ、これ前とあれだね、違うね。質問が若干、やっぱりこの世界に人間が落ちてくるとね、なぜか前から知っている人のような気がするの。実はね、あなたを最初に見た時も昔の友達にでもあったような気持ちになったのよ。不思議よね。データ消したからかなまあいっか。トリエルです。別にシナモンが嫌いってわけじゃないのよねと。 OKOK、 ここら辺は一緒。灰色の4つのうち3つが押されることを望む。ほいほいほい。でモンスター、泣き虫ぶっ倒してこう。これ赤にするとどうなの？いまいちわかんねえな。この戦闘システムの攻撃がよくわかんないんだよね。ここはこう進んでこう進んで、うわー、怒っちゃった。落ち葉のところはダメなんだよね。敵、ちびかび、おら28。敵のこの攻撃はねちょっと時間かかってめんどくさいんだよね。おら倒した。これどうやって戦ってんだろうこいつ、マジで。いっていっていって、ちょっと今コントローラーがずれちゃったよ。もう今のは単純に操作ミスですね。
こう来て、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 こう、オッケー。クロギーが飛んできた。黄色のとことかだと、ぴょんぴょんぴょん、機関は、おー、危ない危ない。どれが一番強いんだろうな。で、これを動かそうとしたら敵が出てきた。3匹いるね。真ん中は29当たるからな。これ全員攻撃してんのかな。結構激しい攻撃だね。よし、あと2人。これは左端にいれば大丈夫だ。謎だな、本当に謎なゲームだな。ちょっと時間がかかりそうだね。ほら、おお、でも降ってくる量が減ってんね。左端にいれば絶対当たんないんだけど。赤い、おっ、ちょっと待って待って待って、赤いところにやってダメージが上がるかどうかだな。これは端っこに逃げてればとりあえず大丈夫。ほい、どうよ、17とか、なんか弱い気がする。3人いたからそれなりに経験値はもらえたなと。これは一緒だね。ちょっと待ったーって、ちょっとめんどくさいセリフが続いて、まあ動いてくれると。どうだいじゃねえよ、上じゃなくて横だ。そうそうそう、で行こうとすると元に戻っちゃうと。で次の部屋に進んでいきましょう。これがね、チーズは取れないんだよね。でこの先ちょっとボスみたいなやつ、グーグーグーと寝てます、寝たふりしてますと。無理やりどかしましょう。でこいつもまあぶっ倒す方向でいいのかな。おお、この涙の嵐、痛い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 。この黄色、ジャスト黄色あんまり強くない、ごめん、なんか全然やる気出ないや。これもあったね。ほら、ちなみにね、行動ってやるとね、話ができるんですよね、こいつと。ここにいたくないようだ。あ？くどく励ます、分析、分析してみる。アタック銃、ディフェンス、ユーモアのセンスはないようだ。そういうので、一応性格的なものが知れるのか。ユーモアセンスはないと。だから、脅す。別によ、どうぞ聞かないね。戦った方が早そうだね。一旦消耗するし、これ。おら、見逃すことはできないからね。さようなら。お化けは殺さない、実体ないから。君が勝ったことにしてよ。経験値を1失っただからな。で、ここで、なんかその即売会っていうのがね、あるんで、一応乗せようか。雲たちが降りてきてドーナツをくれた。はあ、こっちもやってみる。ジュースの瓶をくれた。よくわからんな。スパイダードーナツ、スパイダーサイダー。回復アイテムかな。まあ、とりあえず取っておきましょう。で、見落としていませんか。うん、これはいいわ。で、ここら辺はまあ一応聞いとく。ケロ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 。はあ、友達が僕の話を聞いてくれないけど、僕が話し始めると罰をしてスキップしちゃうけど、そうけど罰をしてスキップしちゃうんだけど、でもあなたはちゃんと聞いてくれるけどね。フレーム。まあフレームはね、多分周りのあれだと思うんで。人間にしては平和主義と聞いている。逃がせるようなモンスターは名前が黄色に変わる。便利だねと。逃がすというのは戦いたくないという意味。
相手の名前が黄色じゃなくても逃がさなきゃいけない時が来るかも。ああ、そんな時があるのか。ルークスが虹寄ってきた。ぶっ倒そう。ここにいれば当たりはしない。怖いな。もう2発かかるかな。それこっちに向けんな。おお、この真ん中のハートをね、動かして攻撃から避けるんですよね。ユーウィーン、ラブが上がった。もしもし、最近お掃除をしてなかったから散らかっていてごめんなさいね。急にお客様が来るなんて思ってなくて、いろんなものが落ちてると思うけど、気に入ったのがあったら拾って持って行っていいのよ。ただし本当に欲しいものを見つけた時のためにポケットには空きスペースを残しておいてねと。まあ道具は持てる数が決まってますと。スイッチは1つだけ。これはここだったね。でスイッチを押しましょう。あ、なんか道具がある。あれ取る？左にありますね。ルークスもできれば速攻で倒したい。敵の攻撃もうちょっとさRPG みたいにザシュッザシュッって言って終わってほしいんだけど、これが少し長いんだよね。よーし。でこいつどんどん強くなってるけど、あれ、これ何、これ敵じゃねえかよマジかよ。くらえ34、ビタミン A たっぷり。おお、人参みたいなのが降ってきてる。ほら34。おお、今度はトウモロコシみたいな感じだね。ピーナッツもあるね。ぶっ倒そう。6と1円。じゃあ先へ進んでいきましょう。橋の扉は出口にあらず、入るたびに視点が変わるのみ。これが意味わかんないんだよね。でスイッチを押せと。これスイッチは隠れてるから、これを押せばいいんだな。でここは赤のスイッチでいいんだっけ新聞みたいな壁はどのスイッチを押せばいいか書いてあるんですよね。でここまで来ました。で上に行ったんだよね。右に行ってみようか今度は。お、なんかあれ、何これ、すげえ城みたいなのがある。ナイフが落ちてるよ。おもちゃのナイフかよアイテム、おもちゃのナイフ、インフォ、おもちゃのナイフ、武器アタック3、プラスチック製、最近はレアもの。あ、そうなの。ドロップって捨てるってことだよね。ユーズ、おもちゃのナイフを装備した。ステータス、おもちゃのナイフ、包帯、アタック4足す3ってことかな。包帯なんてさ防御力0じゃん。よし、とりあえず前回では取れてなかったアイテムがいろいろ取れたんで、大変予定より随分時間がかかってしまったわ。まあ一人でここまで来たの、怪我はない。こっちへいらっしゃい、回復してあげましょうね。ずっとったらかしにして本当にごめんなさい。あなたを驚かせようなんて考えた私がバカだったわ。そのこれ以上隠しても仕方ないわね。こっちよ、ついてらっしゃい。でセーブしましょう。決意がみなぎった。いい匂いでしょ。サプライズ、バタースコッチシナモンパイを焼いたの。あなたが来てくれたお祝いにね。ここで楽しく暮らしてもらいたくて、だから今夜はカタツムリパイは我慢するわ。さあ入って入って。他にも見せたいものがあるの。ここがあなたのお部屋、気に入ってもらえるといいけど。あら、焦げ臭い。で一応寝れるんだよね。でシナモンパイがあって、っていうかさなんで床に置いとくの。ここら辺は見ましたね。で電気もつけられて、おもちゃがたくさん、興味はそそられない。でまあ一応こいつと話したけれども、ちょっとこっちに行ってみますか。排水溝、白い動物の毛、
なぜか有名なメーカーのチョコレートが入っている。有名なメーカーとかわかるのこいつに、モンスターの形のクッキー、大きなパイなので食べる気にならない。今度は汚れていない。あ、魔法で料理してんだ。あと調べられるのはこういう本とか歴史書、読んでみた。バリアの中に閉じ込めた我々はさらなる攻撃を恐れ退却した。そして地底の奥深くへ進み、やがて洞窟の行き止まりにたどり着いた。我々はそこを新たなホームタウンとした。町の名前はホーム。我らの王は偉大だが、ネーミングセンスはいまいちだ。道具の先には危なくないように丸く削られている。ほう、まあいいか、話しますか。もう来ましたと。新しい家族ができてとても嬉しいわ。あなたに読ませてあげたい古い本がありますと。とっておくの虫捕りスポットにも連れてってあげましょう。お勉強するときは見てあげますと。意外かもしれないけど先生になりたかったのです。とにかくここで暮らせてとても嬉しいわと。これはどうもしない。そう、何か用があるときは声をかけてちょうだいね。あー、これはあれだな。聞きたい。遺跡から出たい。カタツムリの豆知識。カタツムリはね、靴の紐の素材には向いてない。面白いでしょ。うん、それじゃあまた用があるときは声をかけてねと。どうしたの。どうもしない。あー、なるほどね。やっぱりそうか、遺跡から出たい。で、どっか行っちゃいましたと。で、ここまで、ラジオではやってセーブして終わったので先へ進んでいきましょう。こっから先は完全に未知ですね。漁れるところはちょっと漁ってみる。地下に生息する植物の図鑑、真ん中あたりのページを開いてみた。ガマ、水辺に群生する皮脂植物、円柱型の茶色い方をつける。その形状からウォーターソーセージという愛称でも知られる。変態。トリエルの靴下が入ってる。ダブルサイズよりも大きい。まあモンスターだからね。サボテン、ツンデレ属性の植物だ。そうなの。ごく普通の古いバケツ、カタツムリが入っている。トリエルの日記、丸がついているところを読みますか。はい、日記を読んだ。スケルトンはどうして友達が欲しかった。寂しさが骨身に染みたから。まあ似たようなダジャレが書いてありますと。まあ家にすると特に何にもなしで、ここは改装中で入れませんと。お、これ鏡なんだ。自分だ。じゃあ真ん中にあった階段のところに行ってみますか。これは地下に降りていくのかな。本、左のあれも調べてみる。なんかアイテムがあるかもしれないからね。 2010X 年初めの古いカレンダー。まあいいか、これは下に降りていく感じか。そうすると、おお、地下室っぽい。お家に帰る方法を知りたいのね。この先の遺跡に出口があります。その向こうは地底の世界。一度出たらもう中へ戻れません。これから私はその出口を壊します。もう二度と誰もここからいなくならないように。いい子だからお部屋に戻ってなさい。え、何、どういうこと。こいつを出したくないってこと。いや、俺は帰る。ここに落ちた人間は皆同じ運命をたどる。私はこの目で何度も見てきました。ここへ来て、ここを出て行って、そして死んでしまう。あなたは何も知らないの。この遺跡から出ればあなたは彼らに、アズゴアに殺されてしまうわ。これはあなたを守るため。分かってちょうだい。お部屋に戻るのよ。結構長いね。止めても無駄よ。これが最後の警告です。いやー、帰りたいんだよ俺は。とにかくどうしても出ていくというのね。そう、あなたも他の人間たちと同じなのね。なら残る手段は一つしかない。私を納得させてごらんなさい。あなたの強さを証明するのよ。え、おお、戦闘。トリエルに行く手を塞がれた。え、これどうするの。納得させる、話す。適当な話題を思いつかない。おお、これこれこれ、いったー。態度がよそすしい。戦うしかない。お、逆になってる。右から来てんね。結構強いね。機関は、あ、無理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 。おお、すげえ、奇跡的にかわした。大きく息をついた。暗い。おもちゃのナイフを装備しただけあって強くはなって、痛い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 、結構痛い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 、これやばくねえか。くらい、真ん中ザン。おお、これ、あ、これあそこに行くと無理なんだよな。ちょっとアイテム、モンスター麺食べよう。人々が10回復した。10回復してさ、いくつ食らうのこれは。うわ、無理。おお、仕方がない。
おら40。これはね、もう食らわないこと言って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 絶対条件だけど、痛い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 無理だわ。いや、飴いっぱい持っといてよかったな。縦長だ今度は。これをどうかわす。これ簡単だね。魔法攻撃を準備している。マジか。ちょっと待って、話す、もう一度話しかけようとしてみた。あ、いや無理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 。おら、くらい。いったー、もう攻撃あるのみだ。こいつ強くねえか。痛い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 。あと一発使ったら死ぬ。魔法攻撃を準備して、魔法をしてこないよね。でも飴を食べた。おおよしよしよし、いいね。目を合わせようとしない。おら、この子供はさ、マジどうやって戦ってんの。痛い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 、食らってしまった。食らえ真ん中。これなんだよね。これをどうかわすか。9か。どうする、あと1個しかないからね。使おう。10しか回復しないところかな。うわ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 、わからん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 、全然わからんわからんが、倒す、あなたを倒します。これで逃げる。よし、おお、痛い痛い痛い。おら、くらえ。350どういうこと。はあ、あなたは思ったより強いのね。いいこと、この扉を抜けたらそのままずっと歩いていきなさい。やがて出口が見えてくるはずよ。くれぐれもアズゴアに魂を奪われないで、彼の思い通りにさせてはなりません。いい子でいるのよ、お願いね。おー、なんか悪いことしちゃったな若干罪悪感が残んな。このハートみたいなのは砕け散った。さあ先へ行くか。ヒットポイントが少ないからね、ちょっと回復してくるああでも先に回復ポイントがあるかもしれないからね。でもさ、扉を開けたらもう戻れないみたいなことを言ってたよね。せめてセーブポイントがあればいいんだけど、これはどういうところを進んでんの。あ、またこいつがいる。ふふふ、自分のしたことに満足かい。ま、不満だとしても運命を変えることなんてできないけどね。この世界では殺すか殺されるかだ。あのおばさんはそれを変えられると思ったみたいだけど、君たち人間をあんなに必死に助けようとしてさ、それで結局ふふふ、自分が死んじゃうんだから救いようのないバカだよ。俺は殺したのか、あいつを。まあいいや、先に行こう。何はともあれ先へ進もう。おばさんの思いに報いるためにも。アンダーテイル。なるほど。今までのは、あれだね、チュートリアル的なやつだったんだね。で、こっから先、なんかありそうだね、これ。そうでもない。アイテム、うん？茂みに隠しカメラがある。え、だから何？撮られている？誰かに監視されているか？この棒切れみたいなのは？丈夫そうな枝だ。重くて持ち上がらない。え、なんか怖い。え、なになになに？なんかちょっと怖いんだけど。お、なんかいる？なんか後ろから来てるよ。ちょ、上に逃げよう。なんなの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 。早く行け、逃げろ。振り返るな。振り返るとお前はこっから出れないぞ。おい人間、初めて会うのに挨拶もなしか。こっちを向け、握手しろ。向くのかよ、連れてかれるぞ。おお、骸骨、よく握手するな。こいつ肝っ玉すげえな。
はっはっは、引っかかったな。手にブーブークッションを仕掛けといたんだ。お約束のギャグだよ。それはそうと、あんた人間だろ。はっはっは、ウケるな。オイラはサンズ、見ての通りスケルトンさ。人間が来ないかここで見張ってろって言われてんだ。つってもオイラ的には人間捕まえるとかどうでもいいけどな。でも弟のパピルスは筋金入りの人間ハンター。あ、噂をすればパピルスが来たっぽいな。そうだ、とりあえずこのゲートっぽいのをくぐれよ。普通に取れるだろ。パピルスが作ったんだけどさ、意味ないよな。何なんだ一体。そのちょうどいい形のランプに隠れてくれ。これは勝手に動いてますね。細い。よーパピルス。よー、ではノアーイ。パピルスを調整しておくよう、パズルか、パズルを調整しておくようにと8日前に言いつけたのに、いまだに何もせず勝手に持ち場を離れてフラフラと。こんなところで何をしているの。そこのランプを見てる。いいランプだろう。お前も見ろよ。げひで、そんな暇はない。人間がここを取ったらどうする。人間の襲来に備えるのだ。そして必ずこのパピルス様が人間を捕まえてやるのだ。そうすればこの偉大なるパピルス様の望みは全て叶う。人気者になって尊敬されて、ついに憧れのロイヤルガードになって、そしてみんなにお友達になってって言われちゃったりして、毎日ラブラブ光線を浴びまくるのだ。なんか読みづれえな。そんならこのランプに相談してみるのがいいかもな。ちょっと適当なこと言わないでよ、この腐れストレッケンスケルトンめ。毎日何もせずに骨クソほじってばっかのくせに、そんなだと偉い人になれないんだぞ。いやいや、こう見えてもトントン拍子に出世してんだぜ、スケルトンなだけに。サム、またまた顔が笑ってるぜ。知ってる、悔しいけど。はあ、なぜ俺様ほどの偉大なスケルトンがこんなものに、ん？人気者になるのにこんな苦労をしないといけないのか。パピルス、たまには肩の力抜けよ。それが本当の骨休めなんつって。ぬわー、もういい。俺様は自分のパズルの管理で忙しいんだ。まったく兄ちゃんは本当に骨の髄まで怠け者だな。はははは、はこっちが兄貴なんだ。はよし、もう出てきていいぜ。おお、動ける。早く行かないとパピルスが戻ってくるぜ。そしたらオイラのキレッキレのダジャレが再び炸裂するぜ。ちょうどいい形はごく普通のランプだ。これなんか石、なんか怪しくない？特に何にもないか。これ何？警備員の詰め所のようだ。なぜかケチャップとマスタードとピクルスが置いてある。なんだ、ハンバーガーでも作ってたのか。うん、なあ、ちょっと一つ頼んでもいいか。ここ最近パピルスはずっと落ち込んでる。あいつの夢は人間に会うことだから、あんた会ってやってくれよ。大丈夫、パピルスは実はそんなに危険なやつじゃない。頑張って強そうなふりしてるだけだ。だから一つよろしく頼むぜ。オイラはこの先で待ってる。お、セーブポイント。ランプの形の良さを思い出すと決意がみなぎったって。縦札、これは異次元ボックスです。中にアイテムを入れたり取り出したりできます。この先にも同じボックスがあるので。ああ、なるほどね、それは役立つな。棒切れ、バタースコッチパイ持っとく。スパイダー、何これいるの。よくわかんないから。でも回復アイテムか、持っておくか。で、右か上か、右に行こう。ああ、骸骨がいる。ちょっと上に行こう。お、なんかある。これは釣り、釣り竿が地面に刺さっている。釣り糸を巻いてみる。変な顔したモンスターの写真が貼ってある。私の番号よ、電話待ってる。電話するのはやめておいた。同じかな、釣り糸を元に戻した。そっとしておいた。あれ、変わんないね。じゃあ先へ行きますか。セーブもしたしね。そしたらさ、アンダインがさ動けん。兄ちゃん、あれってひょっとして人間。あれ、後ろに石みたいなの動いてるよ。いや、あれは岩だ。なんだ、見ろよ、岩の前になんか立ってるぜ。あれって人間。うん、信じらんない。兄ちゃん、俺様はついにやったぞ。アンダインに褒められる。これで俺様は人気者、人気者、友達いっぱい。おほん、おい人間、ここは通さんぞ。偉大なるパピルス様が阻止してやるからな。貴様を捕らえて都に連れて行って、そしてあとは知らないけど、とにかく貴様確保しろ。はっはっは、うまくいったな。
心配すんなって。悪いようにはしないぜ。オイラに任しとけよ。結局襲ってこないじゃん。これは？段ボールにナレーションが書いてある。貴様は思った。これは立派な見張り小屋だと。貴様はもう一体誰が作ったのか。きっとあの有名なロイヤルガードの男に違いない。チュウ、まだ有名なロイヤルガードにはなってないけどね。あ、敵普通に出てくんだ。うお、なんかちょっと強そうなんだけど。おら、おお、なんか、おお、ちょっと一番下とか角っこにいるの危ないね。いきなり攻撃が来るからね。22の経験値。え、超経験値持ってんだけど。レベル上げとかしなくていいのかな。動くな、絶対。よくわからん、動く。お、これはなんか動いたか。気のせいか。俺はよ、動いてるもんしか見えんのよ。動いたもんには容赦はしねえ。そう、例えば人間とかな。二度と動けねえようにしてやるぜ。敵か。ワンボー。おら、二発で倒せんな。1ミリダイトも動くな。これ動かなければさ、ダメージ食らない。え、おお、くらい。30と30倒した。これ何、呼び鈴か。骨があるね。骨っこジャーキーを決めた後だってなったよ。お、骸骨がいるね。よう、一つ大事なことを教えとくぜ。パピルスはスペシャル攻撃を使ってくる。青い攻撃が来た時は動かなければダメージ受けないぜ。覚えやすいように説明するな。信号が赤になったらみんな止まる。信号は赤が止まるだけど青が止まるだと思え。なあ、簡単だろ。バトル中は青が止まるだぜ。はあ、あ、あ、これはあれだ。氷の上だ。北氷、南氷、西氷、東スノーフル町と氷。スノーフル町に。てかさ、こいつスケルトン先回りがすげえな。兄ちゃんは怠け者だ。一晩中昼寝をしてたし。それは昼寝じゃなくて普通に寝てただけ。またそうやって言い訳ばっかり。うひょー、人間がやってきたぞ。ここは父さん、我が兄と共にパズルを仕掛けてやった。このパズルはなかなかショッキングだ。何しろそのパズルも透明ビリビリ迷路。この迷路の壁に触れるとこのオーブから強力な電撃が発生する。どうだ、素晴らしいだろう。もっとも貴様にとってこれは悪夢の始まり。余裕をかましていられるのも今のうちだ。はい、それじゃ始めーって。え、何が。なんだ、ちょっと兄ちゃん何やらかしたの。そのオーブ人間が持たないと意味ないんじゃないの。ああ、そっか。そして来んのか、こっちに。ああ、道がわかるんだけど。はい、じゃあこれ持って。はい、始めーって。え、どこ、あいたたたたたた、下には行けないのか。あ、行けないね。じゃあこいつの来た道を通っていきますか。これビビビビビってなったらヒットポイント減ってる。32、減ってねえじゃねえかよ。お、すごい、おのれ、チョコザイナ。こんなにあっさりクリアするとは。まあよい、次のパズルはそうはいくまい。何しろ我が兄サンズの作品だからな。貴様は間違いなく途方に暮れる。俺なら間違いなく途方に暮れる。はっはっは。ありがとな。おかげであいつすごく楽しそうだ。そうそう、パピルスが着てるコスチュームだけど2週間前のコスプレパーティー用に作ったんだ。それ以来ずっとあれしか着てなくてさ。本人は戦闘用ボディらしいんだけど、ほんとパピルスってイケてるよな。よくわかんねえな、ほんとわかんないな。こいつなんだ。おかしいな、なんで全然売れないかな。冷たいスイーツを食べるにはうってつけの気候なのに。寒すぎでしょ。お、お客さんだ、いらっしゃい。ナイスクリーム、お一ついかが。舌にひんやり心はほっこり、美味しいフローズンスイーツだよ。今だけたったの15円、買おう。はい、どうぞ。素敵な一日を。ナイスクリームを手に入れた。この石なんなの。石は特に押せたりはしないね。回復アイテムっぽいのも手に入ったんで先へ進もうかと思ったら、あ、いけるか。え、これ何。え、これは押せるね。雪だるまみたいなやつで、ここに穴がありますと。これはなんだ、ただの雪だるまのようだ。よく見ると雪の12面体だった。これをあそこに入れるのか。雪の塊の中に隠しカメラが仕掛けられている。なんとこれは穴だ。入れてみるか。なんかまた元に戻ってんね。あ、あいつがいる、ちょっと話そう。オイラもおやつビジネス始めてみたよ。フライドスノー5円ください。オイラ5円って言った？いらないだよな。
で、こっちはダーリン。え？匂いの危険レベル。雪の匂い、雪だるま、危険レベル白、時々黄色になることも、怪しくない匂い、子犬、危険レベル青、地面を転げ回る、変な匂い、人間、危険レベル緑、絶対に始末すること。ああ、人間の匂いは嫌なんだね。じゃあまあまたこの石ころを動かしていきますか。おお、なかなかに難しいな。これこっち側に行かない。うわっ、あっち行け。この角度が難しい。横から、ほら、よし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 。おお、ここは氷で滑る。ああ、またあっち行っちゃったよ。こうだな、こうだね。あとは適当に OK。 なんだ紫、自由を奪われても筆を走らせボールに終止符を打つ。2ゴールド手に入れた。よくわからんな。おおい人間、覚悟はできてるだろうな。兄ちゃん、パズルはどこ？そこにあるだろう、地面に。大丈夫、こいつを突破できるやつはいないぜ。モンスターキッズ文字探し、ブルドックン。いやあみんな、隠れた言葉を見つけられるかな。秋、冬、春、夏、モンスター、スケルトン、マーメイド、葉巻、タバコ。え、意味がわからんな。これを何すればいいんだ。兄ちゃん、素通りされちゃったよあれ、やっぱり今日の新聞のクロスワードの方が良かったかな。何、クロスワード、聞き捨てならない失言だ。俺様に寄せればお子様チャレンジのパズルより難しいものはない。え、お前本気で言ってんの？あんなの赤ん坊用だ。よくも言ったな。おい人間、貴様どう思う？どちらの方が難しい？え？クロスワード。二人ともどうかしている。クロスワードなんて楽勝だ。答えは毎回同じ。全部の四角に Z と書けばいい。だってクロスワードのマス数を見てると眠りしちゃうから。ま、パピルスの頭は普通じゃないからな。昨日なんてあいつ星占いを解こうとしてたんだぜってちなみにこれ全然わかんないですね。何これでやる気になれない、そもそも。で、じゃあセーブポイントがあるんで一応全部調べてからにする。パピルスの書き置き。おい人間、このスパゲティを食べやがれください。貴様は知らないだろうがこれは罠だ。まんまと引っかかったな。食べるのに夢中になって先へ進めなくなるぞ。またしても偉大なるパピルス様のドッキリにはまったな。にゃははのはーみたいな。テレビは？コンセントを抜けた。電子レンジかよ、テレビかと思った。すべてのボタンにスパゲッティと書いてある。一応セーブをして、いつかネズミはスパゲッティを温める方法を見つけるかもしれない。そう思ったら決意がみなぎった。でスパゲッティをテーブルから取れない。ああ、結局取れない系なんだ。これも穴があるよね。あ、ネズミっぽい音がする。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、まあ何が何だかよく分からんけど、最初の牛おばさんはちょっと殺しちゃいましたね、ちょっと気が引ける感じがしますけれども、まあ思いを受け継いでここから脱出していきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。